例は新選組に偽サイト人気女優の応援メッセージ青いう山本美月加藤せい郎全否定ということでですね本日はこちらのニュースについて触れていきたいと思いますはい <laughs> いやーとうとう日本でもですねまあこういう偽サイトだったりとかまあ生成 AI を使ってまあちょっとねまあ偽の応援みたいなのが出てきたっていうところでまあ今後のまあ次のちょっと選挙戦とかにもかなりちょっと使われてくるんじゃないかなっていうかなり危惧が、えー、ございましてちょっとこちらのニュースについて触れていきたいと。 と思います。いやーですね。まず令和新選組偽サイトのがございまして、十一月とか令和新選組はもう公式見解で、えー、述べられましたとえ、令和新選組代表山本太郎の名前を。 えー、語るサイトと、えー、れいわ新選組の偽応援コメントサイトにご注意くださいということで、えー、何があったのかといいますと、主に2つのポイントがございましたと。で1つは、山本太郎、えー、れいわ新選組代表が投資指南をすると称して、えー、LINE 登録を促すサイトという、のは詐欺サイトですね。はいまあ、こちらを、まあ、運営しておりましたと。で、まあ、有名人の写真や動画を承諾なく持ちで投資勧誘などを行う詐欺が、まあ、最近流行っているというところで、まあ、それこそですね、まあ、いろんな有名人がこう投資 に勧誘するみたいな、まあ、カンニング竹山さんとかがね、えー、そういったことをやられていたりですとか、えー、最近だと立憲民主党の中谷和馬さんが、えー、と成田悠介さんのね、はいえー、成田悠介教授の、まあ、そういったなんか実例みたいなのを用いてこうなんか社会に訴えかける投稿なども、えー、しておりましたけども、えー、こういったところが流行っている中で山本太郎代表も使われたというところがまず一つございます、投資系のやつですね。そして、えー、もう一つが、ね、いわ新選組の支持者の有名人まとめというサイトがございまして、えー 令和新選組を応援している有名人がなんかまとまったね、えー、サイトみたいなのがあって、でその中に先ほど書いていた、青い山本瑞月加藤選手のメンバーがあって、で、令和新選組もこれ全く承知しておらず、そのような事実もないというところで、えー、コメントされたというような、えー、感じなんですね。で、これ以来言われたタレントとしては、もうたまったもんじゃないっていう、えー、感じですよね。で、これ、令和新選組もこれなんか最初関わってるんじゃないかみたいな感じでね、えー、見られるて部分もあると思いますので、まあ、政党としてもかなりね、迷惑をこむってるんじゃないかなというふうに思うんですけども、えー <laughs> 実際じゃあどういう偽応援コメントがあったのかといいますと、えまず加藤清次さんのコメントですね。山本太郎さんとは最初に共演した時に政治に興味があることをお互いに話し合いました。その後令和新選組を支持するようになりました。今後も太郎さんの活動を応援していきます。いやマジでなんか、 ゼロパーセントではないこのコメントはマジでちょっと怖いなっていう風には思いますよね。えそして山本瑞ずきさんのコメントです。私が令和新選組を支持する理由は山本太郎さんの人柄です。えー、彼は若者にとって心強い存在であり政治に対する若者の関心を高めてくれる存在だと思います。そして青井優さんのコメントです。私は令和新選組の政策に共感します。太郎さんは若者に対して真摯に向き合ってくれています。私自身も太郎さんのように社会貢献できるようこれからも努力していきたいと思います,よです、ねえー。コメントならこれが もう全部偽のコメントが書かれてていいたっていう、えー、ところでねしか加藤清張さんに関しては最初に共演した時にみたいななんかそういったこと書かれてるとこれガチであんのかなみたいなね、えー、感じで思っちゃいます。で加藤清張さんも山本美月さ,さんも蒼井さんもなんかこう知的なコメントとかしそうな感じじゃないですか。なのでまあこういったところをねなんかこう数あるこう芸能人の中で この加藤先生、山本瑞稀、蒼井優さんがね、書かれているってところが、まあ、超衝撃的だったんですけどもで、もちろんタレント事務所はもう全否定を、えー、しておりますと、蒼井優さんが所属する芸能事務所の伊藤カンパニー、えー、全くの事実も根ですって書いてあって、で、蒼井優さんのね、まあ、おとれます、まあ、あの、山,山里亮太さんも、えー、この蒼井優さんに聞いて、 えそこに事実無根っていう編集が書いてきたところをね、X の方でも、えー、投稿されたりとか教えてたんですけども、あちなみに僕あの、えー、山里さんにあの選挙をインプットする、えー、番組、えー、東野小治さんと山里さんに選挙をお伝えするっていう、えー、番組が今 YouTube 上に上がっておりますので、えー、東野山里のインプットっていう番組がありますので、えー、そちらぜひ見ていただければ選挙を楽しめるんじゃないかなって思いますので、<laughs> よろしくお願いいたします。はいえー、そして、えー、山本美ずさんが所属する芸能事務所のインセントに関しても、山本美ずが特 での正当支持するようなコメントを出したことは一切ございません。で、加藤先生さんもスタッフの方が、えー、投稿されておりまして、コメントを出した事実はございませんってところで、もうタレント事務所も全否定ってところですね。まあ。 確実に、まあ、これがもし本当だとしたら仕事はめちゃくちゃ減るというか、えー、政治的な色がつくと、まあ、かなり仕事が減られてしまうというところになるので、まあ、タレントとしたら、もう本当に被害しか被ってないというような感じですね。多分、めちゃくちゃ問い合わせとかもあった感じだと思うんですけども、えー、そんな感じになっております。じゃあ、なんで、まあ、そんなことしたんですかっていうところで、こう虚偽の応援サイトを運営していた人が、えー、答えましたと、えー、共同審判 通信さんとかはね、はい、あのなんか、えー、取材されてたみたいなんですけども、えー、まず生成実行知能、まあ、AI に自動で書かせたと。で、キーワードが、れいわ新選組、有名人、支持者っていう、えー、ところで検索したら、えー、先ほどの あのこういった文章みたいなのが出てきたりとか、えー、そういったところで記事が書けてしまったってとこでだほんと手軽にもう虚偽の情報をどんどん流すことができるししかもこう AI が書いているんでちょっとありそうな感じになるっていうのがなんかめちゃくちゃ怖いなっていうふうにはめ思いますねはい。 で、まああの、その人が言うには、まあ、芸能人のコメントがいて本当に支持していると思ったみたいなことも言われておりますと。とで、まあ、一応こんなに迷惑かけると思わなかったみたいな感じで謝罪をされているということなんですけども、じゃあなんでこの競技応援サイトを、まあ、数ある生徒の中で令は新選組にしたんですかっていうところになるんですけども、えー、検索サイトからのアクセス数が多かったっていう、えー、ところなので、まあ、令は新選組とかはねすごい支持者とかも使ったりするんで、まあそれこそ ユーチューブとかやっていたら、多分コメントの書き込みとかも、まあ、あの多いんじゃないかなというふうには思います。実際演説とかでも熱、ね、心にやれてる方もいらっしゃるというところで、ネットとかでも相性もいいというところなので、まあ、令和新選組に取り上げると、おそらく PV 数とかそういったところが上がってくるんじゃないかなと思います。はい。なので、えー、そこで検索サイトからのアクセス数が多いというところで使ったというところなんですね。なので、一応今回のケースでいくと、この応援サイトを運営してた人は、令和への支持者でも批判でもないというような、えー、支持者ではないし、えー、批判しているわけでもないというような、えー 感じの方らしいですね。はい、だから結構よく選挙とかで。 まあなんか嘘とかをね、まあ、ライバル候補が流したりみたいなことは、まあ、よくあったりするんですけども、まあ、お金の目的でもう別に支持者でもないし、相手候補を応援しているわけでもない人が、こういった人工知能を使ってどんどんネバーを流していく、そして選挙戦に影響を与えていくっていうのが、まあ、今後、どんどん見られていくんじゃないかなっ僕は正直、アメリカの話なんじゃないかなっていうふうにえ思っていたんですけども、それがどんどん今、日本にもね、活用されていくんじゃないか。そそれこそこのの前え岸田総理のね、えー AI 動画みたいなね、の AI の、えー、動画が、まあ、これがもう完全に偽だったっていう、えー、とこで、まあ、かなりちょっとね、話題にもなっておりましたと。で、今後それがね、どんどんちょっと使われてくるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、ちょっと次の衆院選あたりも、この AI と、 そして、まあ、こうネガティブキャンペーンみたいなところが、まあ、一つちょっとあの注目なポイントになってくるんじゃないかなというふうに思います、はい。そしてですね、やっぱり日本はあのかなり芸能人が政治的な発言をした許されない風潮というのはものすごく高いと思いますね。はい、あの先日、えー、そういうこと田村淳さん勝手になんかこの選挙に出るんじゃないかみたいな感じで、えー、書かれて、えー、田村淳さんがめちゃくちゃぶち切れていたりとか。えー、そ,ういうことそれに対して まあ本当に出るんですかみたいな電話かかってきたら、この電話対応中、仕事止まっちゃうんで、まあ、その、お金的な、まだ仕事打ち切りとかなかったとしても、かなり時間的なコストとかもね、代償を払わされたりとかをしてるという部分もございますし、あとね、えっと、沖縄地位戦で、なんか、 えー、アナウンサーが自民党が出るんじゃないかみたいな、ね、発表があったんですけどもそれを全否定もうかなり引き消しするみたいな、えー、こともあったりとか、まあ、かなりねおこの人がこの選挙に出るんじゃないかって報道が出るだけで、えー、仕事減るみたいなことも結構あったりしますので、まあ、こういう,、まあ、こうじ今までは。 この政党側に批判が集まるみたいなことがあったんですけども、えー、完全な第三者がやっていくっていうのは、えー、ちょっと今後の選挙戦としてはめちゃくちゃ怖いなっていうふうには、えー、思っておりますねということで。本当だからこの AI が ていくと、まあ、全ての情報は何が正して何が正しくないのかみたいな見分けるのもどんどんだんだんね、えー、よりちょっと高度になってくるんじゃないかなというふうに思いますのでいやーこれどういうふうな対策があるのかっていうのはちょっと分からないですねはいということで、えー、今後もね多分こういった AI の関するニュースとかも出てくるんじゃないかなというふうに思いますので、えー、注目していきたいと思います是非、えー、チャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いいたします